私はパニコ、25歳の会社員です。実は私、この度高校時代からお付き合いしてる彼、ゆうたと入籍いたしました。同じ高校で大学も一緒、就職先は違ったけれど、ずっと一緒にいるから空気みたいな存在になっちゃって、一緒にいるのが当たり前になっていました。だから結婚してもうまくいくって思って、プロポーズを受け入れたんです。今は式の準備で大忙し、式場も決まり、今日は自宅で招待客の確認をしています。さすがに高校から同じだと、お互いの招待客もほとんど知ってるな。そうだね、リチとアックン夫婦できてくれるのか楽しみ。あ、大事な人忘れていた。結婚式に先生呼んでもいい？え？尾崎先生、私たちお世話になったからぜひ招待したいんだ。尾崎先生は私たちが所属していた部活顧問の先生。勉強や部活のことだけではなく、いろいろな相談に乗ってくれていました。先生には私たちと同じ年の子供がいたから、よく家にも遊びに行っていたほどお世話になっていたんです。優しいけれど怒るときには怒る、尊敬できる先生で大好きなんだ。もちろんゆうたも大賛成だと思っていたのに。え、いや、先生は忙しいだろう。え、尾崎先生にはたくさんの教え子がいるんだろう。まあ確かに。だろう、俺たちのことなんてきれいさっぱり忘れ去っちゃってるから、招待状もらっても誰こいつらってな感じになるに決まってるって。だからやめよ、尾崎先生だけには招待状出すんじゃない。分かったわよ。絶対だぞ、絶対絶対だぞ。分かったってば。なんて納得したふりをしたけれど、私の勘がささやきました。こいつなんか隠してるぞってね。確かに尾崎先生にはたくさんの教え子がいるし、私たちのことなんて忘れているかもしれない。でも優太は学生時代に赤点ギリギリで先生に勉強を教えてもらっていたり、進学の相談なんかも一番親身になって話を聞いてもらっていたんです。そんな優太が呼ぶななんて言い出したわね。こりゃ何かあるのでは。だからね、優太には内緒で尾崎先生に招待状を出しちゃいました。私の連絡先も書き込んだから、何かあったら連絡してくれる、そう思ったんです。数日後、そろそろ招待状が届いた頃かななんて思っていると、早速尾崎先生から電話がかかってきました。パニコちゃん、ゆうたくんと結婚するって本当なの？はい、結婚式にはぜひいらしてくださいね。行くわけないじゃないのよ。私は認めない、結婚なんて認めないわ。え？先生がここまで怒鳴り声を出すなんて思いもしていなかったので、めちゃくちゃびっくりしちゃいました。だってでもね、続いて出てきた尾崎先生の言葉にさらに驚かされたんです。どうやらゆうた、私に隠れて先生と会っていたみたい。しかもかなり親密で仲になっちゃってるみたいなんです。いい？結婚なんてやめなさい。二人が結婚なんてしたら許さないからね。先生の気持ちは分かりました。だけど黙って引き下がるわけにはいきません。一度話し合いませんか？みんなでじっくりと。こうして私たちは話し合いをすることにしました。数日後、今日は話し合いの日、個室のあるレストランを予約していたので、ゆうたと一緒に向かいました。めちゃくちゃ良さげなレストランじゃん、楽しみだな。話し合いなのに随分のんきじゃないかって？そりゃそうですよ、だってゆうたには内緒だもん。先生と連絡を取ったなんて言ったら逃げかねませんからね。先生にも口止めしていたから、ご馳走が食べられるなんて思ってついてきたんです。どうなるかもしれないで、ある意味幸せなやつですね。さ、入りましょう。あれ、箸多くない？あら、珍しく鋭いわね。準備されている箸を見てすかさず突っ込んできたゆうた。お連れ様がお見えです。連れ？俺たちは、こんにちは、
ゆうたくん。店員の後ろからひょいっと顔を出した先生は怒りの形相でゆうたをにらみつけました。うわっ、なんでここに。あんた、パニコちゃんと結婚するんですって。先生は席に着くことなくその場でゆうたに怒号を浴びせ始めました。え、いや、あのパニコちゃんとは別れたって言わなかった？パニコちゃんのプリンを勝手に食べちゃったのがバレて家を追い出されたって泣きついてきたわよね。ゆうたが先生を結婚式に呼びたがらなかったのはズバリ私と別れたって嘘をついていたからなんです。結婚式の招待状を見たら別れていなかったことがバレちゃいますもんね。それは言葉が出てこないゆうたに代わって私が説明してあげちゃおっかな。ゆうたはそんなことしませんよ。私のプリンに触れることがどれだけ危険なことかゆうたは知ってるから。ゆうたの分として買ってきたプリンもビビって手をつけられなかったんですよ。そんなやつが勝手に食べて追い出されるわけないじゃないですか。パニコ。ここで問題です。どうしてゆうたは恩師に対して私と別れたなんて嘘をついたのでしょうか。パニコちゃんときっぱり別れたって言うからあなたのことを信じたのに。私に言ったわよね、いずれは結婚したいと思ってるって。なのになんでパニコちゃんと一緒に住んでるのよ。パニコちゃんと縁を切るために家を出たいけれど引っ越し費用が足りないとか言ってきたわよね。あの時渡したお金はどうしたのよ。そう、二股かけていたからです。問題としてはちょっと簡単すぎたかな。つまりあなたがやってることは詐欺よ、詐欺。若い女性を二人も騙すなんてなんて非道な人間なの。それは私は夫が反対してもあなたが本気で愛してくれていると思ったからあなたを受け入れたのよ。だからそれなのによくも裏若き乙女の純情を踏みにじったわね。ごめんなさい。皆さんちょっとあれあれってなってる人もいるのでは。先生が若い男好きでゆうたを誘惑してあげく付き合ってると思った？ないない、先生は旦那さん一筋だもん。いしし、謝るのは私にじゃない、パニコちゃんと娘に謝りな。先生の後ろから先生の娘みはるちゃんが顔を出しました。みはる。そりゃ招待してほしくないわけだ。先生の娘と真剣交際してるふりしていたんだからね。知ってたのか。もちろん先生が教えてくれたのよ。恩師の娘と二股かけるなんて人間としてあるまじき行動よね。ひどいよ、私のことを本気で愛してるって両親の前で言ってくれたのに。俺よりもプリを選んだパニコとは終わりだなんて言っていたじゃないの。高校時代から本当は私の方が好きだったって言ってくれたよね。パニコちゃんに私とユータが付き合ってることがバレたらショックを与えるから黙っててくれって言ってたのに、バレないために口止めしたのね。全部嘘だったのね。それは。はーい、全部嘘です。他にもまだまだありますよ。先生、お心当たりは？そうね、泣いてるけどどうせその涙も嘘だろうよ。あの時だって私たちにプリンのことでパニックを怒らせたから俺の人生は終わりだ、俺をかくまったことがバレたら先生も終わりだなんて泣きじゃくっていたものね。ちなみにそれっていつの話ですか？3年前かしら、大学の卒業時期だったと思うわ。その時引っ越し費用が足りないって泣きつくから工面してあげたのよ。それって私たちが同棲を開始した時期ですね。敷金や礼金なんかを折半して引っ越ししたんです。もしかしてそのお金ってパニコちゃんと同棲するための敷金をママに泣きついて出してもらったわけ？いやそのだからあの時絶対にパニコちゃんに連絡するななんて口止めしたのね。私だって人の子だから命が惜しいよ。プリン絡みでパニコちゃんを怒らせたんだからこっちから連絡なんて絶対にできなかったものね。すっかり騙されたわよ。あれれ、先生の前でプリンについて熱くなったことあったかな？
でも、ユータが私のプリン愛を悪用して、先生たちを騙していることが分かった。美晴のために、安定した職に就くって言った時も応援して、就職活動費出してあげたのに。転職なんてする気ゼロですよ。結婚式には、同僚や上司を招待して、いいところを見せて、出世を狙うって大張り切りです。大した働きもできないくせにね。転職も嘘なの？はい、今の職場でさえお荷物になってるのに、この男の手を引く会社なんてないかと。いや、あの、それじゃ半年前におばあ様が亡くなってお花代が出せないっていうのも。嘘ですね。おばあちゃん、披露宴ではご友人とパラパラダンスを披露するって張り切ってますから。余興の時間5分も延長して20分踊るそうで。え？バーニコ、それじゃ3ヶ月前ご近所で蛇脱走騒ぎがあって帰れないから宿泊費が出せないってのも。嘘です。どこかのニュースでやってたの真似してついた嘘なんでしょうけど。それじゃ先月友達が5人同時に結婚してお祝い金が出せないってのも。もちろん嘘でございます。結婚式に呼んでくれるような友達今全然いませんし。私からお金を巻き上げるために。そんな嘘。こいつったら優しい先生からお金を巻き上げるために嘘ついて近づいたみたい。半年前はマンションの更新日があったし、3ヶ月前はプロポーズをしてくれた月、先月は式場への謝礼があり、どれも折半だったから先生からもらったお金をそれらの謝礼に当てたんでしょうね。お金のために私を利用したの？違うよ。俺は美晴のことも愛していたんだ。待って、何よ。待って、どうせ愛してるなんて言葉も嘘に決まってるわ。それはその通り。こいつから出る言葉は全部嘘。私のことだって稼いで家事もしてくれる便利な女だなくらいにしか思ってないんですよ。そんなことない。俺はパニコも愛していたよ。持って何よ、持って。学ばない男ですね。だいたい恩師とその娘を騙して金銭巻き上げようって考えが甘いのよ。しかもヘビが脱走したとか、友達が5人同時に結婚とか、センスなさすぎ。そんなんで騙される先生も警戒心がなさすぎです。いや、あの、だって昔から知ってる生徒に騙されるなんて思わないもの。それに娘を大切にしてくれていたし。お金を請求されたら詐欺と思えって先生が教えてくれたのに、当の本人は忘れたんですか？そうだけど。それを言うならパニコちゃんだって見る目ないじゃない。3年も二股かけられていたのよ。高校時代のパニコちゃんなら悪を突き止める力に長けていたでしょ。パニコちゃんが付き合っていた彼氏だから安心して娘を任せたのよ。それを言われちゃ何も言い返せぬ。面目ない。ま、恋は盲目ってやつですかね。まあ、でもそうかもしれないわね。あんたは調子に乗るな。はい。パニコちゃん、こんな男と本当に結婚するつもりなの？二股かけて恩師に詐欺行為を働く最低な嘘つきの塊よ。先生が私のために結婚反対してくれてるのはよくわかります。でもすでに入籍しちゃってるから結婚するなは通用しないんですよ。まあそうだったわね。結婚しない道なんて選べないんです。私が選べるのは離婚するという道のみ。私としたことが半年も待たずに離婚してしまうなんて、いろんな意味で先生に相談しておくんだった。確かに不幸中の幸いは不倫の証拠はあるから慰謝料請求できることです。それに既婚であるにもかかわらず結婚をほのめかして金銭を先生から受け取ってますので、詐欺でも訴えることができます。訴える？双方に慰謝料やら示談金やら式場のキャンセル料に引っ越し費用などもろもろ払わなくちゃいけないから、お金のないこいつを徹底的に追い込むことができるってのは不幸中の幸いだと思いませんか？確かに。先生、元教え子を訴えたりしないよな？パニコも慰謝料とか大げさな話はやめようぜ。
キャンセルなんてする必要ないよ。予定通り式を挙げたらいいんだよ。ご冗談でしょ。何が悲しくてあんたと披露宴やんなきゃなんないのよ。先生は許してくれるよね。可愛い教え子を訴えるなんてことできるわけないよね。そんなことできないわ。よかった。あなたのことは教え子ではなく詐欺師として訴えさせてもらいます。なんで。愛する娘と可愛い教え子を傷つけた男なんて可愛い教え子の部類に入るわけないじゃないの。それにたとえ私が許したとしても私があんたのこと許さないから。美春許してくれよ。美春のことも愛してるんだよ。だからもうは余計だっつの。その後先生は娘さんと一緒に詐欺行為をされたと警察に相談。ゆうたは事情聴取を受けることになりました。私たちはもちろん離婚、式のキャンセル料はゆうたが支払いました。もちろん慰謝料も受け取りましたよ。幸い先生以外には招待状を出していなかったので離婚もスムーズにできました。ゆうたは結婚を機会に職場での昇格も狙っていたみたいですが、離婚や詐欺行為がバレて白い目で見られるようになり自主退職。懲戒解雇を免れたのは不幸中の幸いかな。離婚後は先生との交流も再開して、今や私は美春ちゃんと大の仲良しに。みーはるちゃん、あそぼー。もう小学生みたいな声かけしないの。すみません、お待たせ、行こっか。実は私たち婚活パーティーに参加するんだ。変な男に引っかからないでね。もう大丈夫だよ。今度は盲目にならずにお互いしっかりと見極めようね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。